ビルヘルム・バインガートビルヘルム・バインガートはドイツのアマチュア植物学者であるサボテンの研究家であるチューリンゲ州のヒルトブルクハウゼン2822年に創立された陶器製造業者の息子に生まれ家族の仕事に就いた幼い頃から植物特にサボテンが好きで豊かな財力でサボテンの大きなコレクションを作り上げサボテンの専門家として 国際的に有名になった。親友のアマチュア植物学者のフリードリッヒ・ベデカーとサボテンの研究に情熱を注いだ。40年間にわたってドイツサボテン協会略称 DKG の会員で多くの観光物に論文を寄稿した。柱サボテンの研究に功績があった。サボテン科の俗名ワインガーシャやサボテン科の種。 マメレリア・ウィンハーシアナやレプターシリアス・ワインガーシャネスの学名にバインガートの名前が付けられている。ワンは植物の学名で命名者を示す場合にビルヘルム・バインガートを示すのに使われる。ありがとうございます。